無料音楽学校設立者の一人ミリー・バラキレフ。無料音楽学校は19世紀ロシアで設立された音楽教育と音楽普及のための事前的施設。1862年、合唱指揮者ガブリール・ロマーキント作曲家ミリー・バラキレフによってサンクトペテルブルクに設立され、1917年のロシア革命まで存続した。無料音楽学校は ロシア皇帝アレクサンドル2世による1860年代の自由主義的改革を背景として都市の雑階級など広い大衆への音楽教育を目指した。当時、アントン・ルビンシュテインの主導により、ロシア宮廷を支援者としたロシア音楽協会やサンクトペテルブルク音楽院が設立され、ロシアでアカデミックな音楽教育の取り組みが始まっていた。 音楽のディレクタンティシズムを批判するルビンシテインと激しく対立するバラキレフがアカデミックな音楽教育に対抗して組織したのが無料音楽学校である。無料音楽学校はボロディンの母校でもあるサンクトペテルブルク大学医学部の空き教室を利用し毎週日曜日に開校された。年齢、性別、職業の制限はなく優れた声や音感に恵まれながら 経済的な理由などにより、音楽の勉強手段を持たない人々を広く受け入れた。当時評論家だったアレクサンドル・セルオフが趣旨に賛同する記事を書いて宣伝したこともあり、開校1ヶ月で300人以上の生徒が集まったという。学校では、ロマー・ーキンが合唱団を指導し、バラキレフはオーケストラを組織して自ら指揮した。1863年から始まった。 管弦楽演奏会において、グリンカやダルゴムイシスキーのロシア音楽、バラキレフら力強い一団の新作のほか、彼らが支持するベルリオーズやリスト、シューマンラ西ヨーロッパの新しい作品を紹介するなど、ほぼ同時期に成立したロシア音楽協会の定期、演奏会と競い合うまでに水準を高めた。また、バラキレフは、グラズノフの公共曲第一番も、 無料音楽学校の演奏会で初演するなど、バラキレフ自身が指揮者として頭角を表す基盤ともなった。無料音楽学校は政府機関からの支援を受けることができず、運営には経済的な困難がつきまとったが、当時の愛国的機運やスラブ主義的な運動とも結びつき、ロシア国民学派形成に大きな役割を果たした。無料音楽学校の校長が、 結局3年後に、サンクトペテルブルク音楽院に引き抜かれる、といった点末で終わりを告げた。ロシア革命後、無料音楽学校は閉鎖された。しかし、革命政権は、モスクワ音楽院とサンクトペテルブルク音楽院は、存続させる意向を表明し、両音楽院はそのまま残されている。ガブリール・ロマーキン、ミリー・バラキレフ、ニコライ・リムスキー・コルサコフ・ミリー・バラキレフ、セルゲイ・リャプノフ、 ありがとうございます。